はい、皆さんこんにちは、オーラコンです。今回はですね、先日なんですけれども、アメリカのトランプ大統領が、来日されてですね、最後の日に、その自衛隊のですね、護衛艦の上に乗ってですね、その安倍さんと安倍首相とトランプ大統領が会見を開いてですね、それを世界に発信したんですけれども、そのですね、安倍さんの行為が憲法に違反しますよということですよね。憲法の趣旨と相入れないですよということをですね、ちょっと簡単にお話ししてみようかなというふうに思います。その安倍さんはですね、そのトランプ大統領が来日された、その最終日にですね、その横須賀の護衛艦に乗船して、そのトランプ大統領と一緒に会見したり、したわけなんですけど、そうなるとですね、その安倍さんは、軍艦の上でですね、一緒に、会見をしたということになりますよね。で、それっていうのは、日本のその護衛艦もですね、世界の常識からすれば、それは紛れもない軍艦なんですよね。で、なので、その安倍さんがその日本の護衛艦の加賀ですよね、加賀の上でトランプ大統領と一緒にいるところを世界に発信するっていうことは、そのアメリカのと同じ軍事利欲のですね、中に日本とアメリカがいますよっていうことを世界に発信することになるんですよね。で、でも今アメリカっていうのはイランとその対立していて、その空母の大空軍をイランに派遣したりしてですね、緊張はすごく高まってるんですよね。となると、そういうことをですね、安倍さんがそのアメリカとですね、軍事力の中で一緒にそういうことを世界に発信するということは、そういうですね、メッセージを世界に発信することになるんですよね。当然それは中東にも発信されることになるんですから、そのメッセージっていうのは、イランに対するそういうメッセージであって、中東社会に対するそういうメッセージなんですよね。でも、その日本っていうのは憲法の基本原理として平和主義を採用してますよね。で、平和主義は何かっていうと、その憲法前文にですね、規定されている部分ですよね。憲法前文では、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しというふうに述べてますけれども、そこで憲法は平和主義を採用してるんですよね。もう二度と戦争はしませんよというところを宣言した部分が、その部分で平和主義なんですよね。で、その部分を実現させるために憲法9条で、を規定してですね、国家権力に対して戦争をするなとか、戦力を保持するなとか、交戦権を否定しろというふうに憲法9条で規定してるわけなんですよね。それが憲法の平和主義であって、憲法9条の構造なんですよ。で、じゃあ、その憲法はですね、9条を規定して武力を否定してるわけなんですけれども、どうやって国の安全保障を守るかという点はですね、憲法は国際協調主義に立脚して信頼関係を諸外国と築くことを求めてるんですよね。その部分は憲法の前文のですね、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したというふうに述べてる部分で述べられてるんですけども、なので日本はその武力ではなくてですね、国際社会と信頼関係を築いて中立的基盤を維持することをですね、要請してるんですよね。で、憲法はどうやって安全保障を確立することを求めているかっていうと、それも憲法前文で規定されていて、その後の部分なんですけれども、憲法は前文で平和を維持し、専制と令住、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思うというふうに述べた上でですね、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するというふうに述べてですね、で、自公のことのみに専念して他国を無視してはならないというふうに述べてるんですよね。なので、憲法の前文は日本の安全保障とか平和とかですね、日本のことだけではなくって、世界から平和の実現とか紛争の解決とかですね、貧困解消を実現させるような努力をしてですね、そういう努力の上で日本をその世界から他国からですね、攻められないような国にしていくことを求めていて、それが日本の安全保障であって。
が実現できる道ですよということを述べてるんですよね。なので、今回そのアメリカがですね、イランと対立して、イランに、その武力のですね、威嚇する行動をとっていて、すごく緊張が高まっていますけれども、こういう状況において日本はですね、そのアメリカとの軍艦の上でですね、仲良さそうな雰囲気を世界に発信することは求めてないんですよね。そうではなくって、日本はあくまでも中立的な立場を維持してですね、国際社会に向けて紛争解決の努力をしていくことですよね。国際社会と信頼関係を築いて、その紛争を解決することを求めているんですよね。そういうことが憲法の平和主義なんですよ。なので、今回のそのイランとアメリカの対立においては、日本はですね、そのアメリカとイランの紛争とかですね、対立が解消されるような努力をですね、積極的にしていかないといけないんですよね。それが憲法の平和主義を実現するということなんですよね。なので、今回安倍首相が横須賀でですね、日本の自衛隊の護衛艦の上で、そのトランプ大統領と一緒に会見をするなどということはですね、憲法の趣旨が本来予定していないものであって、憲法の趣旨に違反するんですよ。憲法が求めている平和主義のその理念とはかけ離れた行為であって、まあ憲法に違反する違憲性のある行為なんですよね。まあそれがですね、気づかれていないという思ったので、まあこういう動画を作っているんですけども。なので、その、まあ、今回安倍さんが行ったですね、その会見というのは、そもそもおかしい、憲法的に考えればおかしなことだということですね。その点を、まあ、国民はですね、気づいて、声を上げていかなければならないということをですね、その点をちょっと若干ですね、今回の報道を見てちょっと考えたんですよね。はい。以上ですね。今回は安倍首相がトランプ大統領と一緒に自衛隊の護衛艦の上で、まあ記者会見をしてですね、それを世界に発信しましたけども、それっていうのは憲法の平和主義の基本原理が要請していないですね、まあ違憲性のある行為だということをですね、ちょっと簡単にお話ししてみました。はい、今日は以上です。